時事ジャーナル時事ジャーナルは1989年10月20日総刊の時世報道的な週刊誌。誰が韓国を動かしている特集を毎年の総刊記念号で発表。韓国社会の流れを追っている。また、国会議員や総合病院の採点、評価を掲載するなど、韓国発となる評価ジャーナリズムを展開した。 2006年6月15日に引き起こされたサムスン関連記事削除問題に際し、記者のストライキと職場閉鎖が起こり、一部の記者は分裂し、自陣を創立して独立した。2006年6月15日、サムスングループ側から電話依頼を受け、時事ジ,ジャーナル社長組むチャンテがサムスン関連記事の撤回を指示。イユンサム編集長ら編集部は拒否。 すると、クム社長は、直接印刷所に掛け合って、記事を削除、サムスンの広告に差し替えさせた。6月23日ユンサム編集長が辞表を提出して、即受理され、8月14日に、チャンヨンヒ取材チーム長が、無期停職処分を受けた。さらに9月10日、ユンムヨン記者が3ヶ月停職、2007年1月17日には、 ベックスンギ写真チーム長が無期定職。同2月7日には午前夜記者が無期定職となった。記者24人のうち都合17人が懲戒処分を受けている。事態勃発から6月後、編集部はストライキを決行。会社はすぐさま職場閉鎖を断行。1年余りの間、編集権の独立性を要求し、ストライキを継続した。結局、 ストライキに参加した記者22人は会社と決別し2007年8月29日、時事、員を相関するに至った。ありがとうございます。